怒られてんの。やかましやおげ。やったな。今やったよな。やったよ。あふっ。もうやめなさいよ。これ大事なものよきっと。俺の頭に水晶大事。すみません大事な商売道具を。商売道具って。いいわよそれ、雰囲気作りのただのガラス玉だから。ガラス玉かい。それよりも早く始めましょう。時間がないわ。山あり谷あり、モハメットあり、蝶のように舞い、蜂のように刺す。吉田先生すみません。呆れちゃう話なんですけど、私授業に気づかなくて。やっぱり欠席ですよね。ですよね。普通授業に出なかったら欠席ですよね。私ったら何言ってんだろう。呆れちゃう。寝て。あずまもぐら。ボボンボボンボボン。ボボンボボンボボン。ボボンボボンボボン。先生。吉田先生。ボボンボボンボボンって何？おい、吉田！無視すんじゃねえよ！呆れた。何の音？あ、呆れた。何の音かと思ったら、あなたがドアを蹴ってたのね。だってこの自動ドア、私を外に出してくれないのよ。え、何それ。出れるよ。あ、でもね、見てて。やめろ、やめろ、やめて。止めないで。これは私とこいつとの戦いなのよ。呆れた。どこの世界に自動ドアと戦う人がいるのよ。ここよ。いた。あ、で、ちょっと待ってよ。私の話を聞いてよ。この後に及んで面白くない話じゃなきゃ殺すわよ。面白い話というか、あなたにとってためになる話ね。え？とにかくドアは蹴らないで。ドアにも命はあるの。あなたにだって私にだって命があるように、ドアにも命はあるの。私が今着ている服にも天井や床にも命はあるの。やべえ、やべえやつだ。やばくない。
神羅万象、すべてのものに命があるの。ほら。この死んだクワガタのちぎれた上半身にだって命はあるの。こんにちは、クワガタのちぎれた上半身さん。ご機嫌いかが？おや？まあ、人間が怖いのかな。私も怖いよ。とにかく蹴らないで。ドアさんはもしかしたら今骨折してるだけかもよ。ドアが骨折？だから正常に動かない？そう、その通り。骨折をして動けない奥さんに飯を作れって旦那さんが蹴ったら DV。 そうよ、それ DVD。 D が一つ多いね。だったらくれてやればいいわ。分け与えるの。 D を？うん、余った D をね。人間助け合いね。そうと決まれば、今ドアの骨折が治るのを待ちましょう。私は今自己観念の限界を突破した感じよ。何それ。あんたも奥島まさみが好きなんだ。私も好きだよ、セイントマッスル。私はヨハンボ。流水最高。流水推しか。確かに馬を担いで姫様に突っ込むところは最高ね。どうした？誰かがそこを横切ったような気がして。え、誰かいたの？どうしたの？私は幽霊を見た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 。うそ、暗黒大魔神サタンゴースだって伝説なのに、幽霊なんて非科学的なものいるわけ。もう一本ちょうだい。はい。体力消耗、そんなに大変なんですね。大変なんて、あんたもやってみなさいよ。私もやれるならやりたいです。無理よ、あんたたちには無理。死ななきゃ無理よ。よし、もう一丁行くか。お願いします。任せてちょうだい。そのために私はいるんだから。でもその前にちょっとトイレ水飲みすぎた。しました。私怖いですか？怖くない。あんた、この学校じゃ見かけない子だね。転校生？入学して5年かな。留年？ってことは先輩！失礼しました。いいよ、気にしないで。で、あんたもここに閉じ込められたってわけ？呆れた。何なのよ、この学校の自動ドアはどうなってんのよ。ここに閉じ込められた私たち3人は運命共同体ってわけね。そうね、
そうだね。だったらあなたも友達ね。友達？うん、友達だよ。だったらさっきの幽霊ママも友達かよ。誰がママじゃ。もうすんね。大丈夫ですか？アホ面の女の親はどっちだ？アホ面？私をババアと言ってくれたぞ。どういうこと？じゃあおめえはあのちびっこい方の親だな。確かにちびっこの娘。なんちゅうガキどもだ。なんかよくわかりませんが、とりあえずすみません。それよりもう一人いたけど誰だったのかしら。なんなのよあの幽霊ババアは。あなた知ってる？足あるんやったら幽霊とちゃうやん。足があるから幽霊と違うか。私は幽霊じゃないしババアではないとは言えないが。いい加減なれるや。素直。私は霊媒師よ。そうなの？こっちの世界では確かに幽霊みたいだけど、現世では普通のおばさんよ。こっちの世界と現世って？こっちの世界が現世じゃないの？残念ながら違うわ。ここは生と死の境目の世界。それって私たち死んでるの？そうね。思い出した。私確かに死んだわ。私も階段であなたにぶつかって私も死んだ。死んだって何よ。元々言えばあんたが捨てたバナナ缶に滑ったんだから。ごめんなさい。私バナナ大好きだから。呆れた。でも友達だから許す。ありがとう。で、霊媒師さんがこの世界に何のご用でいらっしゃったの？正確に言えばあんたたちはまだ死んでないわ。マジ？マジ。あんたたちは仮死状態なのよ。ラッキー。でもこれ以上この世界にいるとあんたたちは死ぬわ。それであんたたちのご両親に頼まれて、あんたたちの魂を現世に連れ戻しに来たのよ。なんだ、いい人だったんだ。そうよ、私はいい人よ。時間がないわ、すぐに戻りましょう。うん。ユウも一緒にでしょ？え？ダメなの？別料金？確かに別料金になるけど。だったらうちのハゲ親父に払わすよ。うちのハゲも払うと思う、多分。私はいいよ。遠慮すんなって。私たち友達でしょ？無理よ、無理なのよ。何が？その子は完全に死んじゃってるの。だから現世に連れて帰れないの。え？でもなんで死んでるのに生と死の世界にいるのよ。え、ちょっとどこ行くのよ。わあ！ほっときなさい。なんでよ。死んでても友達放っておけないよ。それでも放っときなさい。あの子はこの地に未練を残す自爆霊なのよ。せめてあの子を成仏させてあげて。それも無理よ。なんでよ。あの子の未練はあの子が自分で晴らさないと成仏できないわ。ちょっと待って、時間がないのよ。あとちょっとだけ待ってて。
私あの子の未練を聞いてできることがあれば手伝ってくる。私も行く。あんたも。バイ。バイじゃないわよ。ったく。あの子どこ行ったのかしら。あ、どうしたの？いたの？いないけど。何よ、呆れるわね。何？何これ？そこは地獄よ。ん？ババアの声だ。ババアは言うな。そっちへ行くのに体力使いまくりだから、これからは霊界通信ヘルメットであんたたちと連絡するわ。とにかくいい？そこは地獄よ。地獄へ落ちたら二度と戻れなくなるから、絶対に近づいちゃダメよ。はい、了解です。地獄だって怖いね。クワバラクワバラ。あの子たちは今どうしてるんですか？実はあの世で友達になった地縛霊を助けるとかなんとか。時間がないのに。はい、すみません。なんて、なんて、なんて優しい子たちなんだ。うちの娘は生き仏様や。生き仏というか、どっちかというと今は死んでますけどね。ここにいたのね。ごめん、変なやつも連れてきちゃった。どれが変なやつだよ。やめろってめ、やめろ。誰がブスだって。ブスは私でした。なんで、なんであんたがここにまでいるのよ。あんたって誰に言ってんだよ。このデコスキ野郎が誰の許可もらって自殺してんだよ。いじめられたくらいで死んでんじゃねえよ。おかげでうちは世間の晒し者になって、偽善者たちに責められて一家離散。そしてうちはノイローゼになった母親に殺されちゃいました。ふざけんなよ。うちが生まれ変われるまであんたのことをいじめてやるよ。もう死んでんだから、自殺もできねえから大変だな。私は死んでもいじめられるの、ずっとずっといじめられるので。あの子が成仏できないのは
あいつのせいみたいね。これがあの子の未練。どうしたの？そのギャルは誰なの？どうしました？あの子たちの前に邪悪な霊が。この縄を引っ張れ。あなた何をする気なの？死ぬ気か。せや、死んであの子たちを助けに行くんや。あなた、さっきは死ぬのを嫌がってたくせに。あよせ、あの子たちが待ってんねや。うん、いじめてやろうか。ここはあんたがいていい場所じゃないんだよ。うちも死んでんですよ。ここでなくどこへ行けっていうのよ。あんたのようなやつが行くのは地獄だよ。うわー、ちょ、何すんだよ、やめろよ。やめて、やだ、地獄なんて絶対にいいよ。ふざけるな。たかが幽霊の一人、地獄へ押し返してみせる。私たちは伊達じゃない。バーカ、残念だったな。ブース、ブース、ブース。私の友達を辱すんな。何よあんた。それと私の前にもう二度と現れんな。私の人生に関わんな。地獄に落ちろ。ありがとう、私のために本気になってくれて。本気と書いてダチって読むんだぜ。それを言うならマブよ。え、嘘、マジ？死ぬ前に会いたかったな。またね。ありがとう。バイバイ。天国に行ったのかな？うん、行ったと思うよ。あなたたち聞こえる？こっち、こっち、こっち。アホズラチビ、こっち。あ、ババア。ハじゃないわよ、急ぎなさい、時間はないわ。どうすればいいの？自分の姿を頭の中に描いて、チビは図書室、アホズラは男子便所に飛び込むのよ。うん、わかった。男子便所なんてやだよ。あ、こちらではあのまま行けないで走りなさい。はい。おい、そっちじゃないよ。自分の姿を思い描き飛び込むのよ。バナナがあなたを待ってるわよ。
のかしら。あ、そうだ、そこにあなたのお父さんはいる。うん、お父さんいないよ。アホズダもクリア。The girls are back。 目を覚まして。ヤッホー。え、やっと帰ってこれた。え、あなた、呆れた。私を忘れたの。ああ、お父さん心配かけたね。ごめんね。でも相変わらずハゲてるね。ハゲ、ハゲ、私がハゲ。あの子の魂がハゲの体に入っちゃった。じゃあ、あの人がこの子で、この子があの人。もう一人のチビの方は。イエイエイ、バナナ、かわいい。いいやん、私の大好きなバナナ、早く食べたい。これが運命なの。まっすぐに届くその眼差しで受け止めて、息も止まるほどに。そんな目を閉じて感じる波の音に君の声心地よく溶けてく。そうただ愛しくて混ざり合う通りで見つめ合う You're so my way。 焼けた肌熱くて今走り出してく。